どうも、ジュンです。今ね、天王洲アイル駅に来ました。なんか午前中はもうウズさんとかね、有名なあの YouTuber さんたちは来てるそうなんですが、我々販売店なので今から DJI の新製品発表会に行きたいと思います。場所どこなのか全然わかんない。なんか逆に進んでるね。逆っぽいね。ちょっと、あ、こっちだな。なんかコンパセーラー、コンパセーラー。コンパセーラーだよ。あ、こっちか。はいはい。いや、もう月末10月31日の1時54分です。もう今日の午前10時にですね、日本ではマビックミニの新しいのが発売になってるということで、マビックミニの新しいのが発表になってるということで、もう皆さんスペックはね、この動画が出る頃には ご存知だと思いますけれども、なんと日本版は、199g、200g 切って出てきたということで、航空法適用外の、かなり高性能のトイドローンということで、まあ、体験会とかね、そういうのを使えそうですし、我々ちょっとあの建設系の、なんだろう、ちょっとした点検とか調査でも、撮影だけって案件もかなり多いので、っていうか個人レベルとか職人さんレベルで非常に扱いやすいんじゃないかなと思っておりますので、非常にちょっと使用を楽しみにしております。2時からの会に行ってこようと思います。今日もね、相変わらず一緒にいるのはヒロさんです。ということで到着しました。ぐる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 回りながら、ふずさんもこれ写真撮ってますけどね。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もう映していい？いいでしょ。もういいでしょ。大丈夫、まあ、大丈夫です。そろそろ。ね。はい、そうか。すいません。すいません。まがいもんのマビックも。あ、そうそうそう。インチキマビック。インチキマビックと、そっくり。ちっちゃいですね。どんなバッテリーなんだ。これ本物ですか。あ、本物。だしいですよ。マジですか。木じゃなくて。本物です。あ、本物。めっちゃ軽い。そうなんだ。そりゃそうか。199に収めるんだからね。あ、すごい。これは軽いわ。すげえ軽い。接点は。ここか。おすごい、おもちゃですね。本当だ、ちゃんと電源入る。電源が入るイコール、まあ、本物ですね。これマイクロ SD スロットとマイクロ USB。 本体の真ん中がカメラがあって、両方が赤外線かな、テロと同じかな。なんと 199g。 すげえ、めっちゃ軽いな。それで三軸のジンバルもついて 2.7K で撮れると、すごいね。展開してる。これがプロペラガード。プロペラガードすごいね。こんな感じで上も覆ってくれるっていうね。まあやっぱガードがつくとね、ちょっとごっつくはなりますけどね。意外といいんじゃないですか、これクリエイティブキット。かわいい。これがクリエイティブキット。文字が書ける。文字が書けるんですよ。うん。書いてどうすんの？うん、あ、書いて。これあれ、これで置いてあったんだ。それで消して、うん、なんか書いて、で、こ、あ、こんな。ピコッと。電源が入る。うん。水性ペンかなんかで。あ、そうです。なんかマンボウのメッセージ、メッセージつけるやつみたいな。はいはいはい。そんな感じ。あ、そういう感じなんだね。なんだなんだ。面白い。
なんか。あっちゃん左利きだったっけ？あっちゃん先生。かわいいかわいい。こんな感じで。うわー。飛ばす。へぇー。いまいち何のためかよくわかんない。あっちゃんミニって書いてある。あっちゃんミニ。どういうことですか？はい。ちゃんとね、199g に収まってるということで。まだ1g余裕があるね。1g、9g。で、これが充電ベース。充電ベース。ほら、もう全然見えます。ね、ちゃんと取れます。こんな感じで、テラガード込みで247.9。どれ？247.9。じゃあ岡田さんの力でじゃあちょっとなんか国を変えてください。ね、本当ですよね。ぜひお願いします。はい、これがショルダーバッグじゃなくてミニバッグ。笹ももしがつけるとこんな感じ。なんか色悪いね、これ。超軽い。あ、そう。どうした？何も入ってないね。そうです、色はもうこれなんで。素晴らしい。素晴らしい、素晴らしい。いいね、いいね。似合うわレーサーじゃないから物足りないんじゃないですか。いやー、これはこれででも。ジェスキだとカメラのチルトができないじゃないですか。あ、確かに確かに。そうなんです。なんで機体が斜めを向くかやらないと撮れないんで、めっちゃ買うか悩んでます。はい、今拝見中でーす。モード2。言い聞かせない。モード2。はい、言い聞かせてたの今。なめちゃすごいよ。どうですか？あ、やりやすい。わかりやすい。これさ、スクールでもこれでいいんじゃない？あ、確かに、ね、テロで練習するよりいいかもね。ね、なんかね、最初屋内でもなんかね、あんまり。でもスピード結構出るから激しく動かさないように、なんかキュッて、うん、まあそう、ギューはならないから、多分マビックのあの機敏な動きをなんか嫌だっていう人もいたから、ちょうどいいんじゃない？限界でこれなんだ。すごいね、バッテリーさっき交換してまだ5分もあるんだね。すごいね。時間がね、ここに出るんだよね。これ分かりやすいよね、すごい。分かりやすい。こっと当てるくらいが定期なの？いや、中村 T のですかね。怒られるから。そうそうそう。あんまりね、無茶やると怒られちゃう。すごいね。気をつけてね。これすごいよね。うん。ノイドローンでもこれができるんだ。誰かと思った。さりげなく入ってきて。誰か邪魔しに来たの。怖いですね。怖い。でもちゃんと麦も戻った。ね。え？何、上に上がるんですか？怖い。開けっぱなし？え？何のドヤ顔ですか？
でも GS がないと5メートル、あ、5メートルなんでしたっけ、最大5メートル、さっきは一番上に行こうと思って5メートルまで、あ、それ以上はもう上がれない。はい、これはエンディングで使います。形になっております。ですので、まあ、入門エントリーモデルの市場は 249g ですね。で、日本版のみ 199g ということで、伊沢さんから、まあ、マビック2プロになると、まあ、ハイアマチュアと呼ばれる方だったりも、本当お仕事の方がやっぱりどんどん増えてくる。だ、まあ、もっと言うと、特にあのカメラ、まあ、199g というのも何度も強調させていただいておりますが、まあ、どんだけ小さいのって折りたたむと、まあ、350mmプロペラ、まあ、こちらも低、まあ、ノイズ式なるべく音が出ないようなプロペラで、まあ、当然カメラがあって、まあ、マイクロ SD カードのスロット、あとはステータスの LED ですね、まあ、当然今までの DJI 製品のマグネットの電源ボタン、まあ、アンテナ、あとスマートフォンとカメラのホルダーと、そして、まあ、一旦続いて、同梱物ですね、まあ、ご存知マビックミーはスタンダード版とフライモアコンボという、まあ、2種類の SKU ですねになっておりますが、賠償責任保険1年間に無償負担、これまでの DJI の製品マルチコントローンと同じようについております。何が増えているかというところで記載させていただきました。増えるのはバッテリーが2本、プロペラが2ペア、USB ケーブルが多い、プロペラハード、充電ハブ、充電ハブに使うアダプターとキャリーバッグ、こちらが59,400円税込みということですね。で、現在、進行しております。アクセサリーをちょっと簡単にですね、ご紹介させていただきます。サクッと。先ほどの説明、お話しした内容ですね。はい。まあ、マビックミーのインテリジェント機能、だいぶ、シンプルにまとまっておりますですね。やはり今回マビックミニはやはりエントリーモデル、入門モデルということです。ですので、やはりその初めてドローンで空撮されるような方が、やはり容易に、クオリティの高い動画を撮れるというところのために、これまで、まあ、クイックショットの中で、まあ、厳選して、4種類ですね、を設定されております。低速に抑えるものですね。厳密に言うと同じではないですが、近いもので言うとこれまでの製品になったトライポッドモードというものがイメージとしては近いものになります。なのでドローンの機能ですね、GPS の方を搭載しておりますので、もちろんこちらのリターンフォームに関しても搭載しておりますというところです。簡単ではありますがご紹介させていただきますというところですね。やはりまあ最大のところは飛行時間、まあ、18分というのは大きなところじゃないのかなと思います。新しいインターフェースのアプリになっております。マビックミニというのは非常にサイズ、本体のサイズもそうですが、機能としてもだいぶシェイプで、まあ、もちろんそのシェイプアップアプリもシンプルになったかなと思うんですけども、まあ、コンパクトサイズ 199g でも、まあ、高精度ですということで、まあ、199g ということで、まあ、模型航空機、しかし、マビックミニにおいても守るべきルールというのはしっかりございます。まあ、その一例こちらにですね、出させていただいております。はい。ということで、無事今ね、発表会終わりました。マビック2じゃなくて、マビックミニ。199g、かなりいいですよ。はい、そんな感じでございます。どうでしょうか。結構仕様とかね、性能を見ても、2.3 分の1センサーだったりとか、かなりね、スペックが高いんじゃないかなと思います。絶賛うちのオンラインショップで予約受け付けておりますので、下の概要欄にリンク貼っておきます。ぜひそちらの方からご予約していただければと思っております。ということで、ね、今日はこんな感じで、実際マビックミニの発表会のスライドをちょっとね見させて流させていただきました。こんな感じですね、ドローン関連ですとか水中ドローン関連、パソコン関連、いろんなことをやっておりますので、ぜひ、他の動画も見ていただいて、下のチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければありがたく思います。また今度が良ければですね、ぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またね、バイバーイ。